押して、お。あ、お、オッケーオッケーオッケー。は、反対は？あ、ゆっくり。なるほど。あー、オッケー。落ちる。なるほどね。あ、ありがとうございます。これでもいいんですか？あ、もちろん、もちろん。もう一つ、あ、これもあります。じゃあこれを次の人のために、はい、どうもありがとうございました。いいですかね。いや、もちろんもうこの、 あの偶然選んでもらったっていうのが大事なんで。はい、それなら何が良くて何がダメかっていうのは、うん、もらった人が決める。なるほど。受け入れるものなので、この作品で伝えたいことっていうのは、私たちは選択の連続の中で生きていて、他人の引いた一線や偶然に選んだことの結果によって、同じように隣に立っているはずの人との境遇っていうのが大きく変わっていくことがあると。で、時に理不尽とも言えるその結果をどう受け入れていくかっていうことについて、おのおのが考えるきっかけとなってほしいっていうことです。あ、いいの？これあげます。あ、じゃあピンクのファイル、ピンクのファイル、かわいい。じゃあ次の人に、はい、じゃあもらいます。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。